さん、こんにちは。しょりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はサンキューマートと2号で買った購入品紹介をしていきたいと思います。ということで、あのですね、サンキューマートでは欲しいものを買って、2号ではね、ちょっと最近流行ってるというか、最近ネットとかでも見てたんですが、このね、制服をちょっと買ってきたので、ちょっと紹介していこうかなと思います。で、まずね、サンキューマートからいきますね。サンキューマートはこの前の買ってる様子で、ほぼもう商品は出ちゃってるんですけど、買った商品がパパッと紹介していきます。最近流行りについていけなくて萎えるんだけど、あー、そうそう、まず1つ目がこちらのリボンでございます。これめっちゃ可愛くない？このちょうど冬のね、冬っぽい感じの生地で、そうでもないかでも色がね、そう、黒ですごい光沢がかかってて、とても可愛いなと思って。これあの、よく最近さ、こうやってさ、ハーフハーフにしてさ、こう後ろにさ、リボンつけるの流行ってんじゃん。それしたいなと思って買いました。そうそう、この前ね、あの一回予行練習で学校にね、あの白いリボンをつけてたんだけど、私ハーフハーフ苦手で、練習しようかなと思って、これからちょっとね、ちょっと練習していこうかなと思います。可愛くない？めちゃめちゃ可愛いなと思って、好きな朝からでかいリボン、そう、すごい、はい、できたらショートで動画撮ってみます。はい、続いてはこちらの靴下2個ですね。こっちがゼブラ柄なのかな、こういうシママっぽいね、こういうシマシマした靴下で、もう一つが黒い無地の靴下にピエンがついてるっていう、これマジで可愛くない？ピエンよ、ピエン、ピエンの靴下が可愛すぎて一目惚れで買ってきました。でね、2足で390円ですね。前回も前行った時も買って、 その時は牛柄っていうのかな、とか買ったんだけど、本当に良くて、ゼブラ柄も買ってきました。本当に可愛いです。マギマって可愛いです。で、あとはね、お菓子になるんですけど、まずね、この最近流行ってる目玉のグミですねを3つ買ってきました。これなかなか手に入らなくない？最近よくあのクレーンゲームとかにも結構売ってるとかあるんだけど、全然取れないし、いつも予約販売とかがしてるんだけど、地球グミの方がでも手に入るんだよね。最近それはなんか、まあ、季節物、ハロウィン前だからかな、出てたけど、ね、地球グミも入手困難で全然ないだよね。ネットで買わないと手に入るのかもね。はい、あったので買ってきました。私カラコン入れたことないから流行りの動画的だよね。ベタベタこうやってて、開けたら同じ色になる。カラコン入れたことないの。そうなんだよね。もうちょっとしてから中学になってからかなと思いますね。で、あとこれ2点で390円のもうハンバーガーのグミと、なんかセロリみたいな。セロリ、セロリ、みんな今日からこれはセロリだ。洗脳済み、もうママ以外洗脳してるから、これはセロリ。セロリね、セロリグミ。よし、オッケー。ということでね、グミを5点と靴下2点、リボン1点買ってきました。ということで、続いてはね、ウィゴーで買ってきたものを紹介していきたいと思います。ね、ウィゴーはさっきも言った通り制服ですね。まず1着目がこちらのカーディガン、このね、このね、この絶妙だね、
紺色、紺色じゃないわ、灰色のカーネガン可愛くない？めちゃめちゃ可愛いよね、本当に可愛すぎて可愛すぎて直視できない。もう画面越しから見ても可愛いのでおすすめです。これね、普通にあの寿司服とかにも合わせられるし、もちろん制服とかにも着れるっていうね、お得な商品でございますよ。一石二鳥ですね。聞いたかっただけ。続いて、もうね、制服といったら欠かせないアイテムですよね、こちら、はい、シャツですね。これはもう欠かせないアイテムなんですけど、これね、これもこれで可愛い。そうなんですよ。私シャツ、襟がね、すごいちっちゃいのしか持ってなくて、ネクタイとかがね、そう、ネクタイのこの結び目っていうの、リボン、ここのゴムの部分が見えちゃう時があって、ちょっと良かったですね。なので変えてこちら買いました。でね、ちょっともう。ハンガーとかにかけちゃってて、すいません、なんか。で、続いてはね、もうスカートを2着買いました。で、1つ目が、このね、紺のスカート、無地のね。で、これと一緒にセットで、この、チェックのね、紺のタイを買いました、ネクタイ。可愛くない？そう、制服がいいもん、可愛いと思って。一目惚れですね。セットで買いました。で、もう一つのスカートがこちらのね、グレーのチェックのスカートで、これとセットでこのグレーのね、リボンを買いましたね。これ可愛くない？めっちゃ可愛いと思って、これをセットでちょっと着たいなと思って。で、なんで制服なのって思うじゃないですか。もちろんそのね、私でも卒業式袴がいいなと思ってて、だからそういうことではないんだけど、ちょっとこの動画出したいなと思って、まあ第1は可愛いなって思ったのと、もう一個はその、この動画撮りたいなと思って踊ってみた、ちょっと買ってしまいましたな、はい、でね、動画に活かせるようにこれにしました、今回は。はい、いい機会なんでね。あとウイゴーさんめっちゃ安いんで、はい、手に入れやすいですね。はい、ということで買いました。ね、もうダンドルダンス決めてて、まだここでは言わないんですけど、今ちょっと練習中なので楽しみにしておいてください。けどいつになるか、どうしよう、冬休みにでもと思ったけど、さすがに長いなと思ってハロウィン、でもハロウィンは短いな、いつあげようかなと、すごい悩んでるんですけど、あげときを楽しみにしておいてください。はいはい、ということで今回はね、サンキューマートと、ウィゴーさんで買ってきたものをね、紹介してみました。ということで、それでは